スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国は、第一次世界大戦終戦時のオーストリアハンガリー帝国解体後、旧オーストリアハンガリー帝国の南端部に、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人によって樹立された、短名な国家である。国名はセルビア語では、ドルツェバスロービニカ、ハーバタアイスバ、クロアチア語では、ドルツェバスロービニカ、ハーバタアイスバ、スロベニア語では、 ドルツェバスラベンセブ、ハーバトフインスボーフである。国名にあるセルビア人は、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア・スラボニア、ダルマチアの住民を指し、セルビア王国、モンテネグロ王国、バナトバチュカ及びバラニアの住民は指さなかった。旧オーストリア・ハンガリー帝国の地図。スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国領になった、セルビア人、クロアチア人、 スロベニア人の主な居住地を示している。スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国は1918年10月29日に公式に成立した。理事会は当時の有力政治家で特別に構成された国民評議会で議長はスロベニア人のアントン・コロシェツ、二人の副議長はセルビア人のスベトザル・プリビチェビッチとクロアチア人のアンティパベリッチであった。 国税は旧オーストリア・ハンガリー帝国領のセルビア人、クロアチア人、スロベニア人の居住する地域すべてを併合することだったが、ボイボリナのセルビア人はこれに反対して、セルビア国民会議という最高権力機関のもと、ノビサドで独自の政府を樹立し、1918年11月25日にセルビア王国に合流した。 この前日の1918年11月24日には、当初スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の一部であったスレムの領域も、またここから脱退し、セルビア王国に合流していた。戦勝国となった連合国に海軍を手渡すのを避けるために、オーストリア皇帝カール一世は、すべての軍港、兵器商、海岸要塞のオーストリアハンガリー、 帝国海軍全軍及び小戦隊を国民評議会に乗用し、今度はフランス、イギリス、イタリア、アメリカ合衆国、ロシア各政府にスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国がオーストリア・ハンガリー帝国と交戦しておらず、国民評議会がオーストリア・ハンガリー帝国の全戦隊を引き継いだ、胸を通知する通帳を送付した。しかし、この戦隊は、 イタリア王国海軍に攻撃され、すぐに和解した。スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国は国民評議会がセルビア王国に合流し、1918年12月1日にセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国を樹立するまで終始国際的に承認されることはなかった。ありがとうございます。